はい、十二坊キャンプ場に着いたんですけれども、これあいにくの雨でしてね。ちょっとでもまだね、小ぶりなんで、ちょっとサクサクっと設営していきたいと思います。また雨降ってます。そうやな、持っとこっか。はい、行けんの、うん、今から棚組み立てます。棚です、棚。いつもこれが意味わかりません、どうなってるのか。この棚のね、仕組みがね、これ。どうなったの？痛い、もう。あ、こうや。一個完成。痛い、めっちゃ手挟むやん。はい、ん、あ、2個完成。はい、とりあえずね、雨降ってるんですけれども、なんとかね、設営も終わって一段落して、ちょっとね、もうビール飲んでるんですけどね。はい、ストーブもね、今日は映ってないけど一発で火起こしました。でね、今からちょっとご飯っていうか準備をしようかなっていうことでね、のんちゃんが今からお鍋します。はい、お鍋、何の鍋ですか今日は。はい、あご、なんだっけ、あごだし、あごだし、あごだしの寄せ鍋します、はい、これ。あ、お刺身とかは切れへんの？お刺身切らないですか？おきくりは、あ、牡蠣、牡蠣も今日ガーン、お作りこれです。これなんて読むの？生き物って読むの？これ、どれ、カツ、カツモノ、カツモノ、生き物、わからん。よかったね、もうラップの中で死んでるもんな、今な。死んでたっけな、ひっくり返ってたやろ。うん、寄せ鍋します。はいはい、じゃあ材料は白菜、春菊、ネギ、あ、これは明日の、あ、縦ね、うん、なんか縦になんかめっちゃ汁出たやろ今、うん、まほら、まあ、ビニールしてるから、ね、はいはいはい、大丈夫ですね。で、えのき、はい、えのきだっけ。で、エリンギ違う。で、何でしたっけ、しめじか、青豆腐、なんと、なんと、はい、なんと28円、はい、28円、トライアルで買いました。はい、スポンサーお待ちしてます。で、はい、しめじ、しめじ、これは半分だけ使います。はい、で、お、マロニー、生マロニー、これ2個買うたん、ちごた、これ主役ほんま、マロニー鍋、マロニー、それ水切らんでええの、それ、マロニー水切るよ、うん、水切んの、うん、これもマロニー、あ、ダブルマロニーだけど、はい、ちょっとあの、あ、なんかこれ、なんかビールのおつまみに、鶏のたたき、鶏のたたきですね。あと、あれがない、牡蠣でもさ、先食べやんと食わない。そうやね、牡蠣やね。あ、これ、はい、これは生でも食べれる、サムライガキ、オイスター、 生でも食べれます、はい、生食用です。じゃあ、はい、はい、お腹壊せばいいねみたいなねやかましいあとはお腹壊しちゃ、でも仕事休めるもんね。ダメです、はい、九州の、はい、ああ、ああ、ああ、はいはい、これは九州産鶏肉の、はい、鶏肉のもも肉です。もも肉ですね、はい。お鍋の中に入れるのは本ぐらいかな。うん、うん、
すごいな、うん、テーブルの上これてんこ盛りやもんな。じゃーん、これを今からちょっと料理、うん、そうか、なんか毎回雨やな、うん、前回毎回ってほど来てないけど、はい、じゃあ頑張ってくださいよ。はい、はい、今白菜をザクザクと切っております。え、全部入れんの？じゃあこれ1/4。え、あ、4分の1、うん、ここ全部入れんの？入れへん、入れへんやろ、入れへんって。え、入れへん、うん、え、だってこれ鍋小さいからさ他のもん入れへんの違う？入る？入れへんな。うん、もう鍋こんな感じですよ。企画性のないやつが鍋を作るとこんな。ああ、これでも鍋屋さんってこんな感じで出てくるよね。こんな感じで出てくる。うん、しんなりするんです。しんなりになるんですかねこれね。なります。はい、はい、お作りを今からカッティングしていきます。できたな。葉っぱがついてんねんけど刺身に。え、くんじねえ、アップで撮ってんの？これの片側にお作り入れてさ。あ、はい、鶏のたたきです。それと、タイのお作りと生ガキ。はい、でこれねレモンを買ってきたんで、レモン、この牡蠣にねレモンを絞ってでお醤油をかけてね、これね、あの二郎丸さんパクります。美味しそうだったんで、動画で。五郎丸さんちゃん。五郎丸さんはこうや。ああ。牡蠣にかけていきます。ね、二個とも絞った、うん、めっちゃ酸っぱいじゃん。え、めっちゃ酸っぱいじゃん。見て、使ってる。ほら失敗した、これ使ってますね。めっちゃ酸っぱいやん。ほんで、箸を、箸、今日はね、わざわざこの焼酎を飲みたいがためにこの水筒を買ってね、氷を持ってきました。飲んでばっかです。飲むのが楽しいからキャンプをやってるわけだよ。あ、おろし、ちびっこドロリン、うん、水を。どうですか？薄いな、ぶりっぶりですよ。これを醤油をグリグリつけていただきます。何これ、馬刺し。うわ、うま、うま、おいしい。めっちゃうまい。これもビーってかけていい？はいよ。そのこの緑の葉っぱとろ、何だこれ、バレン、バレンはあれじゃ、こうやるやつじゃん。ハンガーの時に竹の皮でこう包んだ、あの色がちゃんと乗るように上から押すやつ。なんかようしっこしてる。止めるで、もう止めるで。もうビールばっかり飲むからね、おしっこばっかり言ってますよ、あのおじさん。ではでは。馬刺し。違います。あ、違う、出た。鶏のたたきです。何やねん馬刺しって。馬刺し買うてないですから。鶏のたたきです。はい、ニンニク、ニンニクとタレでいただきます。いただきます、はい、もう2回目ですけど。あ、そう、うん、俺食べてないねんけど、まだ。うん、おいしい。ほんま、うん、俺も食べよう。俺の美味しい皮もちょっと取ってくれ。せいくん文句しか言わんの。このね、白いところがねうまいんですよね。皆さんこれちょっとね、わかりますか、これタレをねよくなじませて。いいですか、いただきますよ。うおうおうおう、
めっちゃうまいんですけど、これ口開けた牛だろに宮川大輔かみたいなね。うまい、うん、おいしい。また言うたのえうまい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 、これうまいから。愚痴ばっか言ってます。レントが進みますね、こういう。やっぱロック的な感じで飲まなあかんでな。飲みすぎやねん。え飲みすぎやねん。だってうまいねんやもんな、これ。